ドクター伊藤のデンタルアベニュー。この時間はリトル東京ホンダプラザデンタルクリニックコスタメサザ・ロフトデンタルスタジオの提供でお送りします。今日もこの時間がやってきました。ドクター伊藤のデンタルアベニューです。今日も私ダウンタウンにありますホンダプラザ歯科医院にお邪魔しています。ご紹介しましょう。伊藤浩二先生です。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さてラジオネーム OC のユーミンさんからいただきました。結構前の放送だと思いますが、新海さんがこちらで親知らずを抜いて、しかもあっという間に、抜いてくれたと言っていました。確かに言いました。まあ先生に抜いてもらってるんですけどね。でユーミンさん、日本の感覚ですと親知らずを抜くとなると歯科大学病院とかに行って大掛かりで抜いてもらうというイメージがあります。どこがそれほど違うのでしょうか。まあ何が違うかというとですね、いわゆる歯学部にいる間のトレーニングの量がもう全然違うんです。日本の歯医者さんとアメリカの歯医者っていうのは、あの大学でのその臨床時間っていうのはもう比べ物にならないです。あ、まずそこから変わってくるんですか。そこから変わるんです。ですから、はい、日本の歯医者さんは、はい、下手すると大学にいる間に患者さんを見たことないっていう先生がほとんどです。あの大学によってはね、患者さんをなんていうんですかね、診療できる歯学部もあるんです、はい、でも珍しいんです、でそういうできる歯学部であっても、はい、生徒さんみんながみんなが当たるわけじゃないんです。ほとんどの歯医者さんは日本では大学にいるときはマネキン人形に歯の模型がついてて、その模型を使ってやるんです。日本の感覚を思い出してみると、例えば自分が通っていた近くの歯医者さん、はい、歯は抜いてくれますけど、親知らずを抜くとなると、じゃあ分かった、どこどこ病院紹介しようみたいな、うん、まあそれ普通なんですよね。あのやっぱり親知らずで、あの前副歯って言いますけども、はい、歯茎の中に埋まってる歯をいじれる歯医者さんっていうのは、はい、よほどあの大学でにいる間に大学院で、うん、あの口腔外科に席を置いてたっていう先生は結構いらっしゃいます。そういう先生もね、はいはいはい、でそういうオフィスにいらっしゃる先生はやってます。だけども開業する前にですね、やっぱりあのいわゆるインターンシップっていうのを やるんですよね、はい、一般的なのは大学の教授の紹介とか、うん、まあ、どっかの紹介で忙しい歯科医院に入れていただいて、そこで、まあ、トレーニングを積むわけです、はい、あの数年のね、うん、で数年のトレーニングを積んだ後、はい、まあ、自分でやるか、あのっていうような、まあ、そういうあの風になるんですが、はい、アメリカの場合はですね、まあ、私がいた大学は特に多かったんですけれども、あの最低2000時間の臨床が義務付けられてます、はい、2000時間って相当長いですよ。長いです、2000時間っていうのは。基本的にはもうアメリカの大学歯学部を卒業すると、うん、卒業すると同時に開業ができるようなぐらいの実力がついてます。そうか、ここはもう日本の歯科とは違うところですね、はい、実際に親知らずを抜く治療というか、まあ、手術といいますか、はい、をする仕方というのはアメリカと日本では違うんですか。基本的には同じです。で特にあの私は外科が好きだったっていうのもあるんですけれども、はい、在学中に親知らずというか抜歯ですよ、いわゆるね、外科的な抜歯を500本以上やっぱり抜いてるんですよね。そうなんですか。これは自分のそのクラスメートとか比べても多かったんですね。っていうのは、確かね、義務付けられたのが最低30本だったんですよ。30本のところを、はい、先生500本ぐらい抜いてるんですか。500本ぐらい抜いてますよね。あ、そうなんですか。そういう意味では、だからうちはあの、はい、普通に親知らずの抜歯をやってますし、そうですよね、まあ、その後ね、あの外科、インプラント外科っていうのに、まあ、そこに4年いましたので、はい、まあ、そういった意味ではその外科がね、あの通常やってますが、でそれはあの、まあ、アメリカでもそうです、うん、口腔外科っていうのがありまして、はい、あのほとんどの歯医者さんはやっぱり自分で抜かないで患者さんを送ります。そこはやっぱ同じなんですね、うん、ただ違うのは、うん、日本の場合は大学病院に診てもらって、しかも下手すると入院させられます。そうですよね、親知らずで。僕もそのイメージがあります、はい、いやだからね、まあ、ユーミンさんも言ってますけど、前回とか以前も話してましたけど、あれ、親知らずなのにもう抜いちゃったの先生みたいな、うん、以前私のオフィスにも、うん、あの日本の口腔外科を出た先生が、うん、あの 1年間インターンで来られたことがあるんですね。
でその先生言ってましたけれども、あの下手すると1週間ぐらいは平気で入院させるんだっていうふうに、もうびっくりしました、それはさすがに、そうなのっていう話だったんですけれども、はい、まあそういう考え方からするとですね、うん、こちらのお産しても2日で退院、はいはい、2日で退院ですよね。そうですよね。日本だと どれくらいなんですか、ですかね、1、2週間だと思いますけどね、しますよね、うん、まあ、そういうもんだと思うんですけれども、あとはほら前回の放送でレーザーの話をしたんですけど、はい、そういうのもやっぱり使いながら先生やるじゃないですか。こちらは使います。だけどね、うん、レーザーの浸透率っていうのは、うん、アメリカより日本の方がある、あるんですよ。あ、そうなんですか、はい、そうなんだ。皆さん、はい、日本の先生はそういうのにお金かけてレーザー持ってる先生が多い。あ、そうなんだ。比率で言うと。だけども、うん、意外とあの使いこなしてる先生は少ないかもしれない、うん、あの限ったあの用途で使われてる場合が多いですよね、はい、そうなんですね、うん、いやだからね、大志の恵美さん、もしもね親知らず抜くことになったら、すごいこんな言い方であってるのかな、気楽な気持ちで特に先生のところ、伊藤先生のところに来るんだったら、僕気楽な気持ちでね、来ていいと思いますよ、うん、そうですね、あの、うん、とりあえず入院はありません。ありませんよね。あ、もう抜いたんだっていう。あ、でも気持ちよく抜いていただきましたので、はい、僕もまだありましたっけね。いや、もうないですよね。全部ないです。すっきり抜いていただきましたということで、今日もありがとうございました。ありがとうございました。